コンピラ神社は、長崎県新上五島町、有川豪城有川地区に鎮座する神社である。また、当社新域内に鎮座する、王子主神社についても記述する。大名持ちの命、金山彦命を主催神に祀る。創建は法暦4年11月。その他の社記縁起等は安政4年の上、有川大化において消失したため不詳。本殿明治7年5月。 無格者に列せられる。桜ヶ岳の西の四方を新域とし、八合目付近に、拝殿、頂上付近に本殿がある。また、大正期には、クジラのガッコ骨を使用した鳥居が混流されていたことが、小写神などで確認できる。4月17日の霊祭には、有川神楽が奉納される。有川神楽は、国の選択向け民族文化財にも指定された、後藤神ぐに含まれる。 第一主身者万治2年から元禄3年の間の有川、魚目うなさ論争で3度にわたる江戸高祖の資金を賄うにあたって上有川、高崎地区の百姓たちは山から巻き材を切り出しこれを浮島のクジラ組に売却して不足分の高祖資金に充当したこの時に百姓たちの安全を祈願して第一主神を誕生しコンピラ神社 三の鳥居から右上に登った場所に奉仕。現在では2木の石祠が祀られており、毎年2月17日の霊祭の後には上有川、高崎両地区の役員が会合して、その年の山や畑の作物等に関する書取り決めがなされている。地区の住民からは、三竹様と呼ばれており、三竹とは、当社が鎮座する桜が竹の故障であると伝えられている。 その他の有川里の神社に有川神社がある。ありがとうございます。